最近何とかだよなは減ったんだ。俺言ってね。さ、俺言ってまくれお前ら俺たち今日も頑張るよなみたいなこと言俺人生で一回も言ってなくないその口を。俺が俺のモノマネするときにそれ言うんだけど、それみんな、あれじゃない虚像じゃないそれ。俺言ってないんだけど。行くぞお前ら行くよな今日もウィーみたいなこと言ってなくない俺。少なくともさ、一、二回しか言ってなくない あ、カジノで言ってたわ。なるほど。カジノで言ってたわ。あれっきりじゃないあれっきりじゃねあ、ちょっと待って、なんか、面白そうなのあったぞ。うんこちゃんの配信でよく見られる用語解説。しょうがねえな。じゃあ、俺がうんこちゃんの配信でよく使われる用語解説をしてあげる、みんなに。今日は。 え年度別だって。流行り見ようぜ。流行り見ようぜ。流行り見ようぜ。加藤純一の歴史見てこうぜ。加藤純一の歴史のコーナー。学べ。加藤純一の歴史を。加藤純一を学ぶコーナー。えーっと、ちょっと見づらいの。2009年からいこうか。 知っておくと良いもの <laughs> 知っておくと良いものなあみんな。知っておくと良いもの。知らなくてもいいが、知っておくとなおよ、なおさら良いもの。何々でやんす。うんこちゃんがちびっこの発言を表現する際に使用していた語尾。信者エモえもんが自身を卑下するときなんかに使われる。今はあまり使われていない。パープロの矢部はリアルやんす中。まあ使ってたな。 おぶち、山田和樹。前者はロクポケ以前にうんこちゃんが名乗っていたハンドルでもこれね、なんでかというと、俺がし、中学校の卒業式の、あ、そあ卒業旅行の時に、おぶち慶造が死んだのね。で、俺、おぶち慶造好きだったから、顔がスだったから、たらこ口ぶりで気持ち悪いなと思ってたのね。<laughs> だから俺は、その名前からおぶち。俺、おぶち慶造っていう名前で、嵐してた時はビンダディン。ニコ名前やってた時はおぶち慶造でやってました、昔はな。 で、名乗る文化なかったんだよ。ユーザーのプロフィールって見れなかったから、別に適当につけたのね、オブチって。いや、ちげない。うんこちゃんでつけたのか。なんか、別になんか名乗ってたんだよね。前者はロクポケ以前にうんこちゃんが名乗ってたハンドルネーム。後者はな、名前バレ以前にうんこちゃんの本名をつされてた名前。で、嘘ついたの。名前、個人情報なんか出すもんじゃないから、ネットに。山田和樹ですっていう名前でやってた。宮城県出身の山田和樹っていう名前でさ。<laughs> へぇ何を隠そう。変な話ね。 やーめた。お前は、お前はこれから〇〇する機会になってくれ。俺はこれから〇〇する。これ未だに言うな、これな。俺今日言わなかった。おめえはずーっとアホみいにそれ連動する機会になっててくれって。言ってたわ。<laughs> 甘いパンも、めっちゃ言ってるやん。甘いパン。ここに住もうと、これ未だに言うよな。未だに言ってる。 なんか年度別に見たいな、年度別に。2010年あ、2010年から、ヤーとヒンが流行ってるらしいよ。配信でおなじみの挨拶。ヤーで始まりヒンで終わる。うんこちゃんが言い始め、俺 <laughs> 言い始めてねえだろ。視聴者に浸透した。ヒンはゲーム配信において積んだ時に言われることも。ああ、未だに、これすごいね、じゃあ。ヤー歴、みんなのヤー歴9年じゃん、じゃあ。すごいな、お前らも。ヤー歴9年。 塩の許可取ったの。実況者の幕末志士の新作実況動画のゲームが同じく実況者の塩が更新中のゲームと被ってしまう荒れる。その際に書か,かれた塩の許可取ったの的なコメントが戻ってた。そこを今でも覚えてるわ。なんか幕末志士のトルネコの大冒険見てたら、あれもう2010年か。で、潮と真央がちょうどその時期にトルネコあげてて、おい、幕末志士てめえ塩の許可取ったのかよっていうコメントがうっすら寒くて放送のネタにしてたっていう。当たり枠。面白かった枠のこと。対義語は外れ枠。 何々すすべ。生まれ故郷の方言。主に布団ちゃんやヨッちゃんが使っていたが、泥水黒歴史配信にて、いや、キャプテン出てる泥水 <laughs> 黒歴史配信にて、ヨッちゃんの大関すべ発言により視聴者に広く浸透。うんこちゃんは慶応医学部。うんこちゃんの出身大学がの話が出ると、 このコメントがつく。あれこれってタイムシフト。うんこちゃんがあまりに同じ話をするので、視聴者が生放送をタイムシフトと勘違いしてしまう時に使われる。<laughs> パスポート見つかった ?2010 年7月あたりにうんこちゃんがパスポートを紛失し、放送するたびに流れた。<laughs> これあったな、このコメント。なあなうんこちゃん、パスポート見つかったのって半年間くらい連動されてたからな。<laughs> 免許の更新行ったの。富士山がうんこちゃんを下っている。つぼつぼを返せ。 は浅い !2010 年のうんこちゃんは。甘い。お前2017年と18年楽しみ。ち17年見ていいで、17年見ていい、ね、お前がやれよって俺じゃねえじゃねえかよ、これ。<laughs> ちょっと <laughs> ね、ね俺さ、だんだんさ、屈折しててないゲージとかさ、アデノイダとか、ケンリアンナンバーワンとか、俺子供帰りするし俺。 子供帰りしてないケニアンナンバーワンとかさ、ゲージだとかさ、西年下理論だとかさ、俺だんだん小学生みたいになってるか。なあ。すごいわ。なんか。幼児対抗してる。2010年の時になんか、 <laughs> なんか、これはありがちじゃん。まだ、まだ理解できないこれ、よく考えあれこれタイムシフトってコメントが連動あったらさ、あ、また同じ話してんのかなとかさ、パスポート見つかったの連動だったらさ、あ、パスポートなくしちゃったんだなとかさ、元彼女だっつったら、あ、彼女と別れちゃったんだなって分かるじゃん。それじゃん。7年の間に俺たち何があったのゲージだなとかさ、<laughs> おいどうしたんだお前がやれよとかさ、ゲージとかさ、アデノイだとか、ケニアナンバーワンとかさ、 おいおい、その辺にしてか言ってねえだろ。<laughs> バナナフォーンとかさ、出口さん大好きとかさ、テネナサインとかさ、俺やばくねえかなあ。なんだこのラインナップ。この俺の流行り。この俺の流行りなんだ。 旦那毒が吐いてますぜとかさ。進化してんだな。俺の中で。やっぱ17年ぐらいって天気なんだね。これぐらいから毛色変わ、俺キャラ変わったのな。おいなんかさ、17年から俺キャラ変わってないねえ。キャラ変わってない突然。吹っ切れたな。俺一皮むけたな、17年で。なあ。 で、こんなこと言ってなかったもん、俺。言ってなかったもん、明らかに。ケニアナンバーワンとかさ、18年見てみるか、今年。向けた感が。今、投げ銭まってる感じですか。これ、最近だよね。外実所にないウンクライン、セカンドウンクライン。笑顔のおっさん。あ、まるは新おわぎで見てますよ。クリス、どうしたキモさわら 朝起きれなかったらムラッシュ。朝起きれたらスペシャル。朝起きれなかったらムラッシュ。マッドメン。オクト。ぴょー。まる、まるまるし、侍。なれなれしいわ。お前とする何々重いよ。これ便利だよな。で、これみんな日常生活で使ってほしい。お前とする何々重いよ。これマジでね、使って。お前とする何々重いよ。 まるまる理論も相当出てるよなス <laughs> 霞理論、リスク理論、リハビリ論。三つともわからない。俺はな。今の俺じゃ、もう俺過去は帰り見ない人だから。もう2018年1月のうんこちゃんをもう俺は超えてるから。知らない。寒いわと思うわ。霞理論、リスク理論、リハビリ論。 山田勝美理論って何 <laughs> ね山田勝美、山田勝美理論って何俺ちょっと個人的に知りたい。新しいの出きてんじゃねえか。ここに追加してくれ。山田勝美理論。山田勝美理論は何だっけ俺に教えてくれ。頼む。俺にも教えてくれ。確かになんか言った覚えは泣きにしもあらず。 壁に挑戦するときに山田勝美理論。あは反り立つ壁に負けな登りたかったときに山田勝美理論か。なるほどな。それだ。生み出すね。生み出すね。生み出すよ。<laughs> 限定的すぎるな用途が狭すぎる。幅が狭すぎる。利用、利用頻度が一回だけ流行ってねえよ 流行ってね別に。特に。2017年の俺、頭おかしいな。ちょっと、ゲージとかさ、ケニアナンバーワンとかさ、出口さん大好き。てってれて、ボックサはいたよ。ボックサはいたよ。マジで出口さん大好き。ルルルルるルルルルるルルルル ルルルルるルるルル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 ボクサはいたよ。ボ騒クサはいたよ。ボ騒クサはいたよ。マジで出口さん大好き。で、有名な出口さん大好きな皆さんご存知はぁ。俺がガン。しかも、 喉に45歳で嘘やろうなんて俺言ってねえやつんくが言ったやつだろうがななんで俺が流行らしたみたいになってんだよ俺言ってねえや別に全然言ってないつんくが言ってたこれ俺じゃなくてなんならふーん いやなんかあれなんだろうね。その都度その、歯医者はとかさ。<laughs> で、こんなのあったねえみんな、歯医者はって。この自然なコミュニケーション。お前らもやればできるじゃねえか何この答えたくなる質問。え、俺、最近言ってないよ。なんだこの自然なナチュラルコミュニケーション。う <laughs> ん いやあ、そういうことか。え、沼って 2010? え、沼歴俺らの5年沼って一昨年ぐらいじゃねえの沼歴5年なの我々。はあ、知らなかった。沼歴長。 ふーん <laughs> 何ミンニョロリン妖精って。知らないんだけど、ミンニョロリン妖精。誰ミンニョロリン妖精。俺は、俺、俺、俺、海外で流行ったの。ミンニョロリン妖精。ミンニョロリン妖精。言いたくなる日本語だな。ミンニョロリン妖精。あーまあ。 言われれててみればって感じかいやこれ2017年ウケるな俺が狂ってたんだろうなバッバッキバキだったもんな俺いい思い出がある2015年以降は。